おはようございます。今日は初グランピング、イエーイ。今は9時47分。これを買いました。グランデサイズのエスプレッソアフォガートフラペチーノ、チョコレートチップ追加多め。よく覚えてる。書いてある。美味しい。リワードチケットで交換したから。ただ出発です。今日はザファームっていう千葉県の香取市にあるグランピングができるところに行きたいです。でお昼を向こうに着いたら食べるんだけど、2時半にチェックインで、5時からそのグランピングの自分たちの部屋でバーベキューができるので、それが夜ご飯です。楽しみだね。そうだね。説明し忘れてましたが、11時から農業体験があって、ザファームで育ったお野菜を無料で収穫できて、さらにそれを夜ご飯のバーベキューでも食べられるということなので、まずはそれに向かいます。着いた。11時から今から収穫の体験ができるみたいなので、着替えた。ユニクロ UV なので、やってきます。受付してきたね。今日取れるのが大根か水菜か小松菜だって、ね、何がいいかな、どれかなのかな、分かんない。見て、ブドウとかないんですかね、牧場行きたい。あ、これだ。これに泊まるフォレスト。あれあれ。あそこに泊まる。じゃん。フォレスト。始まったみたい。今11時。ちょいすぎスタートです。めっちゃ天気いい、ね、全然ね、半袖でいいもん。一昨日まで大荒れだったからね。結構風強かったよね。今日は4月20日火曜日です。平日だけどね、結構人いっぱいいる、うん、ね、うん、ウェブのやつ見たら今度埋まったもん。あ、本当、うん、そうなんだ。やっぱゴールデンウィーク前に行きたい人が今来てるのかな、多分。すごいね。めっちゃ大きくない？うん。てかこの葉っぱついてる状態すごいね。ね。今からカフェで軽くご飯します。軽く。ここにね、カフェがあるの。ザ・ファームカフェ。見て、牛乳あるよ。本当だ。なんかあの瓶の牛乳っていいよね。ね。クラスにする？うん。犬。瓶のクラス犬。え、メニュー見よう。これ、これ飲みたい。コーヒー牛乳。イカのペペロンチーノ。とタクが。ナポリタン。ありがとうございます。美味しそう。やめてください。なんかこの自然な感じいいね。なかなかないからね、こういうの。死にもない、うん、いただきます。
ライチのノンアルコールだって。ウェルカムドリンク。マタクが書いてくれてる。ザファームキャンプフォレスト、イエーイ。では行きたいと思います。1日に、おびっくりした、 Wi-Fi？ 1日に1組しかここは入れないところです。行きましょう。あ、これじゃない？あ、ここが南京錠なんじゃない？そういうことか。夜じゃあこれかけて寝た方がいいってこと？ここかけるんです。そっか、かけられないね。じゃーん、食材がね、全部ここに入ってるんだって。あれ、今何時だ？早めに持ってきてくれた、ちょっと早いね。あ、今5時1分だからちょっと早めに持ってきてくれたみたい。一応5時から6時の受け取りで、なんか自分で選べたのね。で、私たちは多分結構時間かかるかなって思ったから5時に注文をしました。そしたらもう5時前にはこうやって来てくれたので、ゆっくり夜ご飯を楽しもう。イエーイ。ではまた。おはようございます。今は8時です。よいしょ。今日は朝ごはんのボックスを、このモーニングボックスチケットっていうのがあるんですけど、本当はあそこ、あそこにあるカフェでビュッフェだったかな、朝ごはんが食べれるんですけど、私たちはこのホットサンドのセットにしました。なので最初のロビーのところに行って、ホットサンドの材料をまずはもらいに行きます。では行ってきます。あそこにタクがいる。あ、気づいた。はい、ということでもらってきました。結構大きくない？てかね、結構重い。はい、何が入ってるかまだちょっとわかんないけど、とりあえずあっちのフォレストの方まで頑張って戻りたいと思います。うー、重っ。何が入ってんだろう。具材だけのはずなんだけど、めちゃくちゃに重い。じゃん。おお。ホットサンド、食パンとグリーンサラダ、ポタージュ。へえ、なるほどね。あ、いちごだ。じゃーん。あー、なるほどね。こうやってパンが全部で4枚。あ、4枚が2個セットかな、かも。4セットってことだ。で、あ、これ飲みたいと思ってた牛乳。とサラダだ。ジャーサラダが好きなんだね。出た、人の魔法瓶なんだけど、またポタージュ。そら重いわ、こんだけ瓶とあれがあれしてれば。え、何あれ、カエル？見て見て、カエルだ。え、カエルじゃん。はい、じゃあ作っていきます。
んだけど。あ、来た。ありがとう。できたー、すごいね。ね、じゃーん、できましたと、コーヒー、おいしそう、はい、と、きのこのポタージュだって。すごい量ね、なんでこんな波ない全部入れちゃっていい言ったけどさ、はい、おいしそう。いただきます。いただきます。ザ・ファーム、チェックアウトしてきました。おしまい。どうだった？よかったね。ね、めっちゃよかったよね、うん、そう、なんかカエルもいっぱいいたし、ね、カエル ね、 ね、ずっと夜中、そう、ね、ずっと喋ってた ね、 ね、ずっと喋ってた。でも、あのね、なんだろう、バーベキューとかずっとやってたから疲れすぎてか全然気にならずに寝れちゃった、ね、でもずっと泣いてるカエルが池近かったからだよね、多分。うん、なのかな、ね、いたところが。そう、まあ、近いって言ってもね、なんか下の方に池があって、うん、で結構登ったところに私たちのフォレストっていう泊まってるところがあったんだけど。そうやね、うん、だから遠くでずっと泣いてるって感じでした。でもやっぱね、コロナじゃなかったらこうやってキャンプしようって思ってなかったから、すごい良かったかなって、ね、ね、では帰りたいと思います。バイバーイ。みんなもー騙されて